発泡スチロールで岩を作ってみた。まずはじめに発泡スチロール、水性塗料、筆、ハンダゴテを用意します。次にハンダゴテを温め、十分に温まったら発泡スチロールを溶かしていきましょう。溶かしていくと樹脂の塊ができてしまうので、塊を取っていきましょう。塊を取り終えたら、発泡スチロールを土台に固定し、塗装をしていきましょう。最後に塗料を乾燥させれば完成です。この放送は新に新たに日清化成工業の提供でお送りしました。